互いの存在だけを頼りに封印を保ってきた。呪霊側につくぞ。大丈夫かな、あいつらうさんくさいよ兄さん。呪霊が描く未来の方が俺たちにとって都合がいい。ただそれだけのことだ。受肉の恩は忘れろ。よくも、よくも俺に虎杖を、弟を殺させようとしたな。どけ、俺はお兄ちゃんだぞ。バー、駒壊すなよ。弟が死んだ。いいか弟たちよ、エソーはケチズのために、ケチズは俺のために、俺はエソーのために生きる。俺たちは三人で一つだ。俺は弟の仇虎杖悠仁と釘崎野原を殺す。その後高専に保管されている他の弟たちを回収する。釘崎とやらは知らんが、虎杖はダメだ。宿儺にする。関係ない。弟の仇、全力でお兄ちゃんを遂行する。弟、最後に何か言い残したか。弟、お前たちが殺した二人の話だ。泣いてたよ。エソ、ケチズ、見ていろ、これがお前たちのお兄ちゃんだ。死なんだな、弟と同じで。殺す。味方でいいんだな。うん。あ？俺はお兄ちゃんだ。ってくんねえかな。お兄ちゃんと。鮮血で俺の血が混じったんだ。当然だ。